アボイルズ軍はアメリカ合衆国ルイジアナ州の中央部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は42,073人であり、2000年の41,481人から1.4%増加した。軍庁所在地はマークスビル市であり、同軍で人口最大の町でもある。軍名はアボイル族インディアンにちなんで名付けられた。 アボイルズ軍はフランス語とその音楽や料理の伝統で知られている。この地域に最初に入ったのは紀元前300年頃のインディアンだった。今日のマークスビル市にあるミシシッピ川の古い水路岩には3つの大きな墳墓があり、博物館や国立公園局がその文明を伝えている。川の東岸にいたナチェズ族から出た地に家族が200年近く後にアボイル族を征服して同化し、 現在は、軍内のインディアンの大勢となっている。1750年頃、スペイン人とアフリカ人交易業者がこの地域に入った最初の外国人となった。18世紀後半、カナダのケベック、フランスのノルマンディなど、スコットランド、ベルギー、イタリア、ドイツ、スペインなどのヨーロッパ人が到着し、町や村を設立して、今日に続いている。 その出身国との結びつきから、周南部のアカディア人とは一線を隠すことになった。後に、ハイチやフランス領西インド諸島で、ナポレオンのフランスに仕え、忠実であった黒人が軍内に入ってきた。避難民としての彼らは、地域のインディアンやヨーロッパ人に迎え入れられた。これら三つの文化が混じり合い、言語、食事及び家族の結びつきに特徴のある。 クレオール文化を作り上げた。今日、言語、食事、及び様々な民間の伝統における類似性のゆえに、アボイルズ軍の文化は便宜上、ケージャン文化の大きな傘の下に置かれている。民間では、アボイルズ軍の人々をクーナスと呼ぶこともある。1906年、V.L. ロイがアボイルズ軍とラファイエット軍双方の教育監督官を務め、 高ンクラブ設立に貢献したが、これが後にルイジアナ 4H クラブとなった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は866平方マイルで、あり、このうち陸地832平方マイル、水域は33平方マイルで、水域率は3.84%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 アボイルズ軍ズアボイルズ軍教育委員会が公立学校を運営している。10の学校があり、生徒数は6000人以上である。ありがとうございます。